GHSTV をご覧の皆さん、こんにちは、大輔です。今日のヘアアレンジはこちら、スカーフアレンジです。前髪をポンパドール風に仕上げて、スカーフを結ぶだけ。ピンなんて使わない使わない。今回はスカーフが手元になかったので、バンダナを使用しましたが、カチューシャでもできるアレンジなんです。今日は前髪を上げたい気分。そんな時におすすめのアレンジです。では、これから動画で解説していきますので、ご覧になってみてください。はい、じゃあ最初にこのように前髪を取っておいて、前髪をホットカラーで巻いていきます。5分ぐらい置いたらですね、外していきます。で、2つに分けてから逆毛を立てていきます。これぐらいボリューム感が出たら表面を整えていきます。で、表面を整えたら軽くスプレーをかけておいてください。で、このようにまとめたらですね、ピンまとめたらそのまま後ろをクリップで止めておきます。で、次にですね、この、まあ、これバンダナなんですけど、まあ、スカーフとかあればスカーフでもいいです。で、これを後ろですね、首元に下ろしてそのまま前に持ってきて、で、耳上ですねに持ってきて位置を合わせて、で、そしたらこれをですね縛ります。そしたら次にですね、前髪のボリューム感を調整していきます。これ少し1つずつ割りながら前髪のボリュームと整えていきます。最後にクリップを外して、このように整えたら完成です。